はい、新年おめでとうございます。半蔵です。はい、おめでとうございます。竹野由衣と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。2人でこのネットサイン会というのを試みておりますね。いつもなら、定畜レコードの本社の、はいはい、会議室とか、ね、会議室のスタジオを借りたりとかしてるんですけど、今回は我がオフィス半蔵で竹野さんに来ていただいてね、やっております。今年辰年ね。はいはいはい、どうぞ。はいどうぞ。はい素晴らしいですね。うちの生徒さんがですねくださったの。あ、そうなんですか。ここに昔のお金がそうです、ね、たくさんあってね、こういう辰年ですよね。はい、ちょっと重そうですね。重いですね。すごいね、いろんなことを考えてくれるのね。そうです。それで、あと僕と竹野さんのこのマグカップなんですけど、僕がてっぺんを出した時の、はい、マークで、ロゴマーク、半蔵って書いてあるんですよ。ああ、本当だ。これ、まあ、僕は毎日、扱ってたしなむ程度のお酒しか入れなかったですね。で、まだすごい。僕は三髄半生は竜という字で、滝は縁があるんですよね。竜は滝は、うん、三髄の竜なんですね。そう。あら、それは実は書いてましたね。実は知らない人多いと思います。皆さんひらがなのイメージがね。本名はそういう形で難しい感じなんですけどね。はい、で1月17日発売されてます。嬉しいことにですね、今日が、収録なんですけど、これね、1月の12日かな、今日13です。13日、昨日あたりですね、竹野さんね、はい、第一交渉ダム、それからエクセのジョイサウンドに、もう全国配信されました、2曲とも。おー、すごい。ありがとうございます。パチ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 。猛スピードですね。猛スピードで、振り返れば、何月ぐらいでしたかね、こんなお話の、その、こんなお話になる予定ではなかったぐらいのさりげない感じ で、そう、うちの生徒さんがお互い共通の、なんか竹野さんもなんか昔教えてた生徒さんで、そうですね、で今は僕のところで、その人がですね、ちょっと2人を引き合わせていただいて、何回か会ってはいますけどね、昔ね。そうですね、愛知県とか。そうですね。でも強い縁はその方のユミさんですね。ユミさんのね、紹介で、はい、繋がってたんですね。繋がったんですね、これで。そしてじゃあということで、3曲かなんか詩を書いていただいて、またその原稿が残ってるんですよ。すごいです。最初の原稿かな、こういう、この風の歌、このそうですね、ね、相当直しながら、直しながらなんですか、今日に至ってはいるんですけどね。ギターのコードかなんかも入っちゃってるんですよ。なぜかというとね、これパソコンで打ったんですけど、し、なんかメロディーつける上で、この字だからこのメロディーだっていうのがあったんです。そういうこと考えたんです。そうなんです、そういうこと考えたんです。だから、そうです、本当は縦書きのものに対してメロディーつけることはないんですけど、楽譜にするよりはあえてこの字にメロディーを乗っけていきたいなと思ってコードを書いてるんです。面白い発想というか、そうなんですよ、風の歌のあれではかな。で、この指とまれ、これもいただいたやつなんですけど、そうですね、これもすごいいろいろ考えてますよ。どんな曲にするっつって、はい、で、竹野さんが言ったのは、今日の出会いでサンキューとか、ちょっとなんかブルースっぽいのもいいなとか、レゲエっぽいのもいいなとか、長渕さんの乾杯みたいなのもいいなって言ってね。そうですね。で、頑張って頑張って、エンヤコラが最初カタカナだったんですよ。だけどここにアルファベットのエンヤコラを入れてみたということなんですね。こういったところから一つずつメロディーをつけて、そしてまあ弾き語りで、僕がこう歌ったのを竹野さんにショートメールで送り、ね、それで聴いてもらって、あ、ここはこうだね、ああだねって直し直し直しながら、随分直しましたね。随分直し、何ヶ月かかったかなっていうところですね。でも夏越えて秋越えて、それでも
なんか定まらないというか、やっぱり半藤さんのなんか意欲、うん、あのまだだまだだっていうのがすごい伝わるの。でその都度変わったメロディーを教えて、だから言葉はこんな感じがいいかなというのも僕も感じるし、うん、それを何度も何度もやりましたね。やり直しました、本当に積み重ねて。まあ僕は定築さんに入ってから、あの自分以外の作詞家の先生の作品を用いたことがなかったので、あ、今回初めて、初めてですね。それはこの詩の威力ですかねえ、このそっか、実は初めてなんですよ、もうシンガーソングライターを歌ってるんで。そうですよね、もうそのイメージもちろんあって、うん、なんだろう、半藤さんとのなんかこう握手ができるような、ことのような意味かな。なんかこう歌はその先に作られていくんだけど、だからがむしゃらになんかということでもなくて、ちょっと事務所まあ、教室でよくやってるということを聞いてたから、うん、訪ねてみようみたいな気持ちで、あ、ライブにも来ていただいて、その時にはなんかちょっと、僕の気持ちのなんかこう描いたものを届けてみたいなっていうのがありましたね。なんか昨日書いたから持ってきたみたいなレベルではなくて、ちゃんと形になることを想定しながらではあるけど、まあ半藤さんに見せて、問いかけてみようという感じかな、そっからですね。ですね、力入れてなんか半藤さん作ろうよではなかったので、でもそれのなんかこう自分の中にある気持ちのリアクションというかな、半藤さんのなんか歌声が頭の中にあったんですね。あ、これだったら、この言葉だったら半藤さんに入っていけるかもしれないなと思ったんです。でもすぐではなくてね、ずっと見つめて必要なことを、それでひょいと電話来たんですよね、使っていって、あるいは作ってみようかみたいな形ですよ。じゃあ確か作ってみましょうかっていうような感じで、そうでしたね、始まったんですよね、そしてですね、まあまあちょっとエピソードはまた後ほどこのネットサイン会の間にでもね、ちょっとまた、そうですね、まだ他のエピソードもありますのでご紹介したいと思います。はい、それではネットサイン会、始めたいと思います。まずトップバッターはティナさんですね。ティナさん、あ、そしてお友達のレイコさん、レイコさん難しい字なんですね。そうだ、まあ、大変お世話になってる人なんですけど、よく見るとよくお祭りにある天霊とかいう霊の難しい方の、あ、そうですね、ね、うん、難しい字ですよね。はい、はい、ティナさんありがとうございます。そしてレイコさんです、いつもお世話になってます、ありがとうございます。さあ、それからテンコさん、あ、レイコさん、天狗さん、これ芸名なんですよ。おーほー、僕は作詞作曲して、はい、CG 出されたんですよ。ああ、そうなんだ、うん、島根の方ですね。そうなんです、出雲でね、うん、島根の出雲に行くと大体天狗さんが、はい、マネージャーの河合くんの、ね、天狗さんです、お世話してくれるんですよ。すごい形だな、うん、すごい世話になって、はい、あ、またキミさんだ、キミさん、キミさん、ありがとうございます。そしてサインのみね、こちらもキミさんのお友達でしょうね、ありがとうございます。はい、サインのみ、あ、宮崎辰巳さんですけどサインのみでということね、渋川、はい、これは群馬県だ、群馬県、すごいですね、これ全部アンドさんこれキャンペーンで行って、いや、もう本当にもう何回も繰り返してオンラインのレッスンだったりとかするんですよ、うちの生徒さん、あ、ええ、それもあるんだ、そうなんですよ、なるほど、でも現地行ってることも結構重なってますよね。そうですよね、1年2年じゃできないですね、これ何年も本当にですよね、うちのね、ファンの方は長く応援してくださる人が多いですよ、うんうん、はい、小谷美恵さんです、大阪の方、これもうちの生徒さんで、歌が上手でね、大阪の半蔵ソングコンテストで高橋真理子さんの 4U で優勝したりなんかしてね、はい、はい、次は
熊本県です。草野友さんですね。はい、ありがとうございます。九州からいろいろと お届け物もくださる、ありがたいから、大会でも本当にあの全国レベルの常連の歌唱力をお持ちの方で、ね、草野さん、はい、はい、次、佐藤真由美さん、山形、うん、真由美さんの馬ってあの難しい方の馬だね。眞子さんの馬ですよ。ああ、眞子様の馬。おお、これ全部書くの？そこなんですよ。はい、すごい数だね。佐藤真由美さん、はい、ありがとうございます。すごい。次はひらがなで眞子さん、うん、うちの生徒さんで若手でね、あのものすごい歌唱力のある方ですよね。眞子さん、ありがとうございます。次、ぐっこさん、すごい名前ですね、うん、これ江口、これも芸名というか、江口だからグッコって僕がつけたんです、うん、あの生徒さんのニックネーム意外と僕頻繁につけてます。ひらめきで、ひらめきで、はい、カラオケ喫茶久保田さん、広島府中市と書いてありますね。ここはね、あの僕がもう何回も、うん、あのライブやらせてもらってるんですけどね、店中が僕のグッズだらけということで、うん、あのまるで博物館みたいです。半蔵博物館みたい、うん、カラオケ喫茶久保田さん、ありがとうございます。いつもそうなんです。美人ママでね、今作ってることがすごい意味がありますね。すごいですね。純ちゃん、純ちゃんママ、ここもカラオケ喫茶でね、はい、ありがとうございます。尾道にお店やられてるんですね。ポンポコリン、全国区だな、本当。本当です。全部の地図を開けてすごいですね、はい、こう矢印つけて何でもかかってますけどね。ポンポコリンママ、ありがとうございます。はい、カラオケライブママ、動いてるんだ。動いてますね。こんだけ幅があれば電車、車ですね。あのいろんな交通手段を、カラオケライムのママさん、ありがとうございます。こう新幹線、はい、あの新幹線も広島だったり、うん、福山だったり、そこに福山だったり、そっからあの大体スタッフが現地にいるんですよ。広島の現地スタッフはもううちでは寺西誠一さんという方が車でさっと迎えに、やってくれる。もう全部回ってくれる。あ、なるほど、はい、じゃあ新幹線で広島だったり岡山行きだったり行けばいいんだ。そうですね。そういうフットワークじゃないとできないんだよ。そうですね。だから広島に行くんだったらその手前でちょっとこのどっか揺れるところ、福山とか岡山とか、岡山とか行きたいねとか、はい。飯山秀樹さん、ね、ありがとうございます。飯室さんですね、飯室秀樹さん、はい。お、河内雅子さん、親子でね、いつもね応援してくれる長い長い人です。河内雅子さん、ありがとうございます。はい、宮直子さん、宮直子さん、この方はね、牡蠣とか送ってくれるんです。広島のこれぐらいに送ってきて、ギュンギュンに入ってる。殻を取ってあると楽ですね。そうです、殻のないやつ送ってくれるやつ、宮直子ちゃんでした。あ、そして広島の現地マネージャー、寺西誠司さんね。こういう人がいることが強いね。うん、
寺西誠司さん、ありがとうございます。あと、ちょうど寺西さんから LINE が、あ、寺西さん、LINE が来たとこ追加です。ちょっとここに書いてあります。あ、電話が来ちゃってるよ。熊本県から電話が来ちゃってる。ちょっと、あとで寺西誠司さん、終わりましたね。はい、次は、あ、ちょっと待ってください。寺西さん、何、こんにちは、新曲の注文追加お願いします。カラオケクラブ、千鶴ママさん。ファックスなくてすみません、ありがとうございます。リアルタイムで、リアルタイムです。すごい、今入れてる。はい、そしてですね、若倉亜希さんっていう、あのシンガーソングライターもやられてる僕のお弟子さんも、あの注文いただきました。ありがとうございます。今ね、本当に活躍中の、やっぱり広島の方。次の方はですね、うん、山中幸男さん、岡山県。岡山。山中幸男さん、ありがとうございます。そういうコンテストっていうの、CD で歌って歌った歌を。大体あの CD 審査から始まりまして。九州大会、あるいは三位の大会とか、そんな感じ。そうですね、最低限全国、大体全国でやって、うん、この間も終わったばかりで、今今度第5回目になるんですかね。山崎静子さんは神奈川県の座間市ですね。今度ここで、ランというお店のね、うん、方で、うん、ライブやるんですか。ライブやるんですけどね、あの寺本くん、はいはい、名前は聞いてる。寺本圭介くん、ね、はい、大活躍ね、うん、折鶴役とか売れてる、あの小田純平さんのお弟子さんで、そこでも一緒に今度やるんですけどね、うん、あ、いすずさんだ、広島いすずさん、紅月という曲で、この私が曲を、で、伊藤美和先生が作詞されてるっていう、伊豆さん、広島のお好み焼き屋でやってます、ね、そして今度は、あ、歌手の方ですね、ミレイさん、うん、母、自家数が多いですけど、鹿ですね、中がね、ミレイさん、これは鹿じゃなくてイノシシだったら怖かったね、僕からすればミレイさん、ありがとうございます。素敵な方ですよ、大活躍、女性ですけどね、自分で会社もやられてるんで。さあ、ここからはですね、三木市、宝塚市、兵庫県、まあ、いわゆる兵庫県のグループですね、はい、メロママ、メロディーっていう、はい、まあ、歌手の方々、必ずここは1回を踏んでるぞという、名門中の名門のお店さんです。はい、メロディーさん、いつもありがとうございます。ママさんには大変お世話になってるんですよね、これね。ミキシね、ミキシ、カラオケ系、カラオケの、あの、あれですよ、なんだろうな、もうミキシのカラオケ大会ですから、もう有名ですよ、うん、だいたいそこで優勝してデビューする人多いです。うん、本拠地みたいな。そうですね、もう本当に聖地。うん、ジュンさん、ありがとうございます。ジュンさんはその関西方面のマネージャーの親友で、まあ、いつもね、お手伝いされる方、ウィリアムさんってちょっとどういう人と思われるかもしれないですけど、ウィリアムさんはウィリアム王子にそっくりという、髪がそっくり、ウィリアム、髪がそっくり、はい、藤原さん、藤原さん、いつもそうなってて、ほんと長いこと。そして、山川みかんさん、まあ、僕の、兵庫県のマネージャーで、僕の作詞作曲で、今4曲ぐらいカラオケに、ね、山川みかんさん、お世話になってます。休みさん、あ、これはあれですね、休みなんですけど、男性、美香さんのお父様、まだあの入院されてるんですけどね、
オリンピックまで持つかどうかって言ってたんですが、うん、今ものすごい勢いで、うん、長く頑張っていらっしゃるね。なんかいろんな、ね、心の支えがあるんですよね。そうですね、やっぱりその娘さんが曲を書いたことによって作ったことによってそれがまた励みになってね、いらっしゃるんだとは思います。その一つにね、カルケキさん、アンリ、浜田真実、男の浜田は難しいな、これちょっと簡単の、うん、はい、宝塚のカラオケ喫茶アンリさん、浜田真嗣、雅子さんご夫婦、大変熱心に僕を応援してくださってます、ありがとうございます。この熱心さが各お店すごいんですよね。これは全国に持っていくところがすごいね。いやー、やっぱりもう22年やってますね、こういうことを。三月と今季、情熱ですね。情熱ですね。この気がないと続かないね。そうなんです。いや、その頃、実際の子は30歳になってるわけですよね。そうですね。お母さんとお父さんが応援してくれてた、笹野さんつながっているとか、はい、息子さんにつながって40、50、一緒に年取ろうよって感じですね。本当ですね、頑張ってますね、大ヒットも。本当にあの頑張っての歌詞にもね、はい、100年経っても飲もうじゃないかっていう、あれはすごい最高ですよね。関根さん、関根さん、ありがとうございます。安藤さん、あの言葉をかけるから、なんかいろんなあのこうアレンジというか、言葉の中のアレンジを含めて、やってもらってるとか、すごいなんか力になりましたね、今回。なるほど。クジャクさんへいつもね、僕の歌を歌って、お店でも、お店の名前ですけど、応援してくださってる方ですね。兵庫県クジャクのマスターって若いんですけど、はい、すっごい子供いるんですよ。小宝恵まれ、本当に野球チームと、あの代打も合わせてもできるぐらいの。はい、こちらイルカさん。あ、イルカさん、この間の僕がちょっと立ち出してもらったお店さんですね。はい、そして次に行きたいと思います。おー、シャボン玉さん、あ、まもなく僕がライブに行くお店ですね。加古川のシャボン玉さん、ありがとうございます。兵庫県か。イサムさんっていう、あのよくあるイサムさんっていう名前あるじゃないですか、うん、この人は136って書いてある。 おしゃれですね、うん、この間夫婦でね、六本木の、はいはい、あの、あ、ここバースデーライブに来てくれて、で前の日ここで一回食事したんですよね。あ、うん、兵庫県から東京のライブに来るっていう、すごい感情、すごいことです。イスケさん、はい、ありがとうございます。伊助さんも一緒に食事した方だな。しげさん、しげさん、しげさん、お世話になりますよ。今後ともよろしくお願いします。風の歌歌ってくださいね、うん、せんちゃん、せんちゃんだから、せんちゃんさんへではおかしいから、せんちゃんへですね。アグネスちゃんちゃんになっちゃうからねそういえばアグネスちゃんは、あ、八代亜紀さん亡くなられたんですけど、先生、うん、先生の何か作品を、ね、なんか杉本先生と、そうですね、役者という歌、役者、はい、本当ドラマの役者ですけどね、はい、主人公、まあ男性が役者っていう立場にいるんですけども、はいはい、それを女性の立場で歌ってる、本当に中身はドラマティックな模様を僕書いたんですけどね、とてもいい歌ですね。はあ、レコーディングとか立ち会われたんですか。まあ、もちろん、その前にもデュエットも作ったし、八代さんとね、ミスター X という方が一人いましてね、はいはいはい、それもやったり、何度か一緒にできたことは本当に幸せだったんですね。あ、そうですね、本当にご冥福をお祈り申し上げます。それでは次はですね、赤レンガさん、赤レンガ、まあ僕が知るだけでアマチュアではこの方は日本一かな、赤レンガのヨウさんつってね、へ、マスターがねうますぎて、千秋直美さんの歌とか歌うんですよ。
あ、うん、男性ですよね。男性。あ、まあ味わいはどちらともね、女性とも立ち直らせるから。分かるんですか、ヨウさん。すごい。風の歌はね、ですね、今度兵庫県でラストで 歌うんですけど、プラス3でね、オーラスで歌うんですよ。え、もっとあげるの？もっとあげるの、3つ。半田さんより上の人がいると思うから。そう、高いんですよ。これはすごいことですよ。ええ、あれだったら相当高いですよね。そうなんですよ。外から近くまで来たね。そうね、うん、すごい、ちょっと聞いてみたいぐらいですね。いや、いろんな方にね、やっぱりスカウトされてるんですけど、はい、うん、なかなかそのプロの道は違うだろうという判断なんでしょうか。はい、桜さやさん、ありがとうございます。まあ、ここもミュージシャンがすごい人がいて、あ、いるの？楽譜見ないで全部弾けるんですよ。おー、もう耳でコピーするんですよ。おー、すごいミュージシャン、うん、ギター、ギターとピアノ両方やるんですよ。やれる。だから僕、香川県とか行くと、はい、ほとんどこの方が演奏を手伝ってくれます。あ、ついてきてくれる、うん、楽譜なくていいんですか、言っても、あ、大丈夫です、耳に入ってますからね。イントロから最後まで楽譜なしで弾けるって。はい、コーヒーショップ A&M の皆さん、ここもよくライブやってます。マスターがね、僕の歌をよく歌ってくださいます。レベルの高い人たちがすごいいるんですね。すごいですよ。そういう店ばかりというか、人たちが集まってるんだな。そうですね、だから中途半端な歌い手さんだと、うん、ダメですね。ピンってやられるって来なくていいよ。うん、なんかもうよくそれはもうレベルが高すぎて、あ、それだとお客さんが上手いしみたいな、ぐらいの、レベルの高いお店さんが関西は多い。多い。岩尾さん、あー、岩尾さんね、この右輪さんのお世話される、この岩尾さんが雨の中こう駐車場を整理してる姿が忘れられない。僕のライブに人がいっぱい来て、車が何十台ってね、そう、全部雨の中カッパ来てやるんです。岩尾さん、ありがとうございます。もうこの人の姿忘れられないね。ちいちゃん、ちいちゃん、ありがとうございます。もう右側さんのお客さんだと思うんですけど、はい、リバイブのただしさんのやつにね、あ、僕が曲を掲げて和歌山のリバイブっていうお店のマスターでデビューされたんですね。あ、うん、結構いますね。いますね、お姉さんで、はい、もしデビュー、デビューされてる方多いです。リバイブただしさん、どんどん歌ってくださいね。うん、千穂子さん、もうね、名前見るとね、顔が出てくるこの人たち、いつも応援してくれてる千穂子さん、ありがとうございます。ライブやった後のこのマスターを中心にみんなで宴会するのが楽しみですね。うん、密接ですよね。ですね、もう本当にその時言ったら家族になれって、家族みたいな、ね、過ごしてるんだなという実感しますね。ミサさんへ、はい、ミサタンに見えますが、ミサさんと書きました。はい、これね、表がこうなんですね、ポスターで、裏がこの、火曜ステージ、チャオさん、全部書くと1日かかる ね。そうですね、火曜ステージ、チャオさん、まだまだあるよ。僕の定築の先輩の前川清さんから始まったみたいですね。へぇ、大量な数をブワーッと書かれるっていう。お、服部つゆ子さん、私の実の母でございます。おぉ、島根県安来市に住んでるんですけどね、はい、普段はちょっとペンションを経営してて、うん、大山のふもとペンションはとぽっぽで毎年、70人から80人の
はい、ファンミーティングはそこで、そのペンションで大戦に思った大戦すごいですね、初めて聞いた。で、そこでライブ、広い3階建てなんですけど、あの外でバーベキューやって、まあ、入れ替え制で、それから終わったらあの3階に行って780人バーッと椅子が並んでもまだ広いっていう、でそこで音響設備を全部東京から送ってライブにやらせてもらうんです。毎年今年は7月の14日ですかね、確か。どうぞ早めにあのお声掛けください。青空すずめさん、青空すずめさん、与那国空港のお迎えの責任者でね、僕が空港を改札出てくると半蔵さんおかえりと大声で言う。でみんなうわどんな芸能人来るんだ、その時だけは僕芸能人面してゲートをくぐってます。青空すずめさん本名はね違うんですよ、僕がね美空ひばりに似てるから青空すずめしっていう。あ、いいアイデア、はい、それぴったりぴったり、顔がそっくりなんです。いや空港のシーンが今ちょっと浮かんできました、ね、そうですね、うん、いや最初は 1,2 回はねちょっと恥ずかしいなと思ったんですけど、まんざるでもないね、まんざるでもなくなっちゃって、うん、いいじゃないですか。田中美容室、あ、なんか美容室なんか来たかったのが美容子さんになっちゃったね。あ、話してるとね、あ、話してる、これ後で修正しますね、うん、美容室これちょっと後で修正するんで、ここで、はい、川健さん、この方が島根県の僕のマネージャ ー。川健って K が2つあるんだね。いや、おかしいな、これ1つだと思う、普通は1個ですね、普通は1個です。川健、川健になっちゃったのね、うん、川健さん、まあ島根ではこの方がもう表となり裏となりは僕の河合くんがねお世話してくれる。カラオケ喫茶絆さん、あ、この間もね、大きなホールで大きなイベントやって僕の歌をバーッと歌うしてて、この人のまたイオマントの夜がすごいんだ、絆、うん、絆、はい、うん、やっぱりカラオケ喫茶さんもね長くやってるところにはいろんな歴史がありますよね、ですよね、あ、カラオケ喫茶に絆さんの絆を入れてなんて言ってるね、お話夢中になるとこれが起こるんだね、はい、これは初糸編に槍、これ難しい字ですね、はあ、数字の4書いて火を吹く、うん、火ですね、ヒノキ、ヒノキ、うん、あ、うん、初ヒノさんっていうのは違う、難しいね、ユージャンと初ヒノキさん、あ、ちょっとこれちょっと指が当たっちゃったんで修正後で、アキさんは、これはどこのアキさんだ、はい、河合さんのところのアキさんですね、ありがとうございました、はい、そして今度は埼玉県の川越の方ですね、ちかこさん、僕がデビューした20年ぐらい前に遡るファンで、ちかこさん、しょうこさん、各地にマネージメントしてくれる方がいるとなんか尊いし、ありがたいね、ありがたいですよ、でも今はなかなかいないんですね、わ、以前聞いたことあります、うん、岡山とかね、山口とか九州、しょうこさん、またお店に行かせてください、ここも盛り上がるんだな、やぶちゃん、みんな、なんか、年齢もね、そうです、年齢が、うん、影響してくるから、やべちゃん、はい、ちゃんとこうやってね、皆さんが現役でいるっていうのはすごいな、現役でね、車出してくれるんですよ、やべちゃんとか、これは福井県だ、福井県の
鯖江市、福井県 の、 あの僕の講演会支部長のミロクっていうお店があってね、はいはい、そこのマスターが講演会の支部長で幸太郎っていうんですね。支部長ってことは、そうかそうか、その地域で一番もう一番その他の人がもう大きな大会をやってくれたり、幸太郎さん お店の魅力ってところで打ち上げやってね、はい、県と五段なんですよね。だからなんかちょっと安心感があるというんですか、一緒に飲んで心強い、心強い。北斗さん、いつもいつもありがとうございます。ああ、もう北斗さん、吉江さんも顔が出てくる。吉江さんね、可愛い帽子かぶってね、足元気をつけてくださいよ、目が悪いんだからこの方、はい、東京にいても心配、心配です ね。吉川さん、ありがとうございます。浜田さん、あ、これ難しい浜田だな、ちょっと省略させていただいて、浜田さんへ、はい、浜田さんへ、ございます。はい、ケイナさん、これうちの生徒さんでね、うん、まあ最も、キャリアの長い生徒さんですね、21年ぐらい生徒さんでいらっしゃる、すごいですね。あの当時は僕は女性ですか、女性なんですけど、当時はカラオケボックスの一つの部屋を月いくらで借りて、うん、そこでいろいろカラオケボックスさん の他の部屋にチラシを置いて、歌を教えますっつって、チラシを一つずつ置いて、はい、毎日置いて、それを見て教えてくださいって、出会いがすごいですね。最初の、僕のスクールの発表会はそのカラオケボックスの一室でやりましたね。そっから応援してください、そういう形での走りですよね、走りきっと。いや、今でこそね、カラオケボックスでもっとパーティーやりますよね、その頃ではその話聞いたこともなかった。そうです、チラシ置いていたの、チラシ置いていたの、営業に生徒募集するのに、すごいな。はい、聖子さん、いや、半藤さんすごい、ありがとうございます。初めて聞く話も多いもん、多いありえますね、うん、あのこの人たちの名前を見ると出てくるんですよ、はいはい、やっぱり思い出が、はいはい、うんうん、書いてますよ、皆さん、すごいよこの子はここら辺はね、静寂でもあるんだけど、すごい半藤さん、夢中になって顔を浮かべながら書いてるようですよ。そうなんですよ、そうなんですよ。大中のり子さん、山口の方でね、すごく全国各地僕のところを送ってくれて、50組買っていただきました。すごい、今回最高の、ありがとうございます。50組ってことは CD100 枚ってことですね。でポスターもたくさん、このサインが お店にこう配りに歩いてくださるんですよ。ありがたいね、家族以上の力を、すごいです、半藤さんにくれてるね、本当ですね、はい、話聞くだけで全然伝わってきますねいや、普通のね、半藤さん知ってるから、そういう姿のね、後ろ姿だったら映ってきますね。でオンラインで歌を教えさせてもらってるんですけどね、結構難しくない、オンラインって。最初は難しかったですけど、ですよね、今慣れました、慣れた、大中さんのカラオケクラブグランパさんもオンラインの生徒さん、カラオケクラブグランパさんが、僕の大阪の拠点となっておりますね、森口というところにやってる素敵なマスターとママがやっていただいて、もう車出しでギターとかピアノとか、はい、マイクスタンド、譜面台、ブワーッと入れる仕様の機材もまで買って、車まで大きく買い替えてこれはね、本当に半藤さん全国で本当に修理品じゃないんだけど、あの僕が知ってる限り、僕の送迎のために車買い替えた4人いました昨年だけども、はい、ゆうにさん、ありがとうございます。昨年、一昨年ね、初めて聞く話もびっくり箱でございましてね、すごいな、みんななんか侍だね、はい、そしてサインのみ、サインのみが3人いらっしゃいますね、はい、これも私のようにパートリックするわ、ね、はい、はい、次は三重県の方ですね、これも
熱心なファンの方ですね。大阪から三重に飛びましたね。三重県、うん、まあ道中もいっぱいあるんでしょうけど、おそらく愛知県で僕はライブやっててファンになっていただいた方ですね。はい、めごちゃんです。ありがとうございます。はい、そしてルッシーさん、大体コメントをネット上にボン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 、この激励のコメントをよく書いてくださる方ですね。はい、ユミさん、うん、出ました。我々のキューピッド、ね、横浜代表、はい、ユミさん、赤くっていう曲を僕が作詞作曲して、素晴らしい曲ですね。それを先生が聴いて、うん、そうそうそう、ってなって、はい、こんなの話になった。はい、本当にユミさんありがとう。ありがとうございます。赤くいい歌です。さあ、それからミネちゃん、美しいのね、こう、おミネちゃん、はい、ミネちゃん、この度ありがとうございます。横浜の仲間たちですね。横浜です、はい、ああ、もう竹野さんだったら名前知ってる人たちだ。そう、キリオさんね、はい、おお、よかったよかった。一人です、のんちゃんも一人ですね。はい、キリオさんね、まさか僕とね、竹野平次さんが手を結んで曲を書くなんて想像もつかなかった。あの若草先生がね、はい、あの竹野さんと組んで、僕は昔あの唇の花を一緒に歌った慶純子さんの作品を書いてて、はいはい、でなぜか僕その慶純子さんの作品を練習に来る、レッスンに来る人多くて、うんうん、それでうわなんていう詩だよと思って、うん、いい詩がいっぱいあります。追いかけた、本当に。のんちゃんさん、のんちゃんもうまいよ、歌一度聴いてみたいですね、のんちゃん歌唱力が結構すごいですか、うん、そう、あのバラード系とかね、バラード、うん、じゃあ僕っぽい歌が、ね、演歌ではないってことですよね。そうですね、スケールのある歌と、うん、やっぱ心の後ろに歌を歌いますよ。いや、英語圏もすぐ上手、英語も、うん、はい、リエコさんありがとうございます。リエコさんもすごいパワーですよ。パワー、あ、パワーすごい、あ、最高。ちっちゃいけど力持ち、ちっちゃい力持ち、そう。さあ、マミコンさんは宝塚の方で、ね、最近ファンクラブに入られてね、ええ、マミコンさん、はいはい、兵庫県で撮りました、兵庫県宝塚、宝塚、はい、あのこの間も六本木も来られて、あっちこち、はい、全部出てくるんですね、こちらへ出てこられますね、はい、いや僕ね本当にありがたいね。僕が心配することではないんですけどね、なんかお金使いすぎちゃってなんか申し訳ないなと思いながら、まあそれもパワーになるんですけどね。いやー、もう感動っていうのはやっぱりお金に置き換えれるかなと思うね。和美さん、うん、はい、この長くから神戸市、はい、すごい応援者で、僕島根の頃からもね、島根の方でね応援してくださってる方で、長いこと支えてくれるんですよ。こういう人がいなかったら今いないんだろうな僕も。みつこさんありがとうございます。はい、これはもう全部伊藤和美さんのお友達なんですね。よろしくお伝えくださいね、テレビさんもね。はい、けいこさん、けいこさん、全部ひらがなですけどいいのかな。のりんさん、はい、ありがとうございます。はい、のりんさんね、もう伊藤和美さんの5組のお客さんね、あの最近もうすでにうちの生徒さんレッスン始まってまして、お、僕が弾き語りで、うん、あの風の歌とか頑張ってをもう YouTube で歌っちゃったんですね、はいはい、うん、CD の音源使うわけにいかなかったんで、発売前なん でそれでもう覚えちゃった、うん、でこの間のバードランドでフルでどっちも歌ったんで12月、はいはいはい、あれって皆さんね
黙って録音してたんですよね。それ知らなかったね。いや僕もね、あれもちろん行ったし。どうでした、12月23日。最高最高、ね、いや体熱くなりましたよ。それでもう元気よく帰りましたね。ああ、よかった。あ、もう本当に正月の本当目の前でああいう過ごし方したの初めてかな。ああ、はい、ちょっとお体悪くして手術されて、あまりまだその完全回復してない時期でやったんですね。そうですね、酒もちょっと控えてたし、 あの日も飲まなかったんですけど、問題以上に熱くなりましたね。萩野さんの時代ってあれですかね、もうお酒大変だったんじゃないですか。お酒の飲み方がみんな、ね、そう、あっちこち3軒ぐらいは毎晩行きますよね。いいところ、いいところもあるし、バスへの店も含めていくよね。飲み方半端なかったみたいですね。半端ないですね。バケツ2杯ぐらい飲んで帰るぐらいな感じかな。すごい。まあその中で死のヒントとか出るもんなんですか。出ない。あ、それは出ない。ただただ飲むだけですよ。ただ5人ぐらい決定的な仲間がいて。タバコはどうだったんですか。タバコ捨てましたけど。捨てました。みんな職種が違うんですよ。土建屋の親父だったり。土建屋の親父若いんですよ、25、6で、そういうものを作ったりとか、怪しい貿易所の社長だったり、それも若いんですよ。香港とかよく行くんですけど、 あとは雑誌関係の記者とか。へえ。音楽関係は誰もいないのがすごい好きで。はあ、うん、あ、そうなんですか。音楽関係いたらそんなに飲まなかったかもしれない。その何十年前ですか。35年ぐらい前かな。25、6から34、5歳までだから10年間そのような過ごし方したんですよね。夜が明けないと絶対家に帰らないみたいな。もう泊まり気じゃないですか、それこそ。そうです、ね、そのお店が。そう、小林幸子さんのね。でも1時間半かそのぐらいしかいないんですよ。何軒も行くから、大岡山行ったり、自由が丘行ったり、六本木行ったり、池の上行ったり、あるある、そういう飲み方をした人が、これ、うん、花岡雄平さんっていうね、うん、僕の大先輩の人と、はいはい、大分でちょっと飲もうよってなって、はい、1時間20分ぐらいしかいない。で、パーンとかね、はい次パーンとかね、はい次わかりますね。場所変えたいんですよ。へぇ、っていうぐらいで、ハンズ歌えとか言って、人生のバンカーとか言って、うわー、お店でこれもうみんなやってて練習してるんですよ。本人ですか、うん、本人本人って言って、お前人生のバンカーにかけろよとすごい怒られました。人生のバンカーにもっと力入れろよってよく言われました。力入れてたよね。うん、入れてた、うん、その前はてっぺんに力入れようって言ってたんですけど、うん、あ、どこまで行ったっけ。あ、大塚英一さんだ。なかったな、ね、あれやこれやあるからね、やっぱり今があるんですけどね。ほんとほんと、はい、まあ、一曲一曲魂込めて発売してるんですけどね、うん、まあ、ここまで時間をかけて出したことはなかった。さあ、大塚英一さん、きっとこの風の歌でまたこの大会で優勝される。すごい、何回もチャンピオン、すごい、もう大体この人、そういう人たちばかしやがって、大体出たらこの人グランドチャンピオン。うん、もう賞金だけでもね、もう大変ですよ。でチクチクに分けないとグランプリばかしや。だからうちの半蔵村コンテストになると大変、ね、とんでもないレベルですよ。だから普通各地で優勝する人が5位とか7位に行ってしまうという、うん、そうなっちゃうよね。はい、リリーちゃん、リリーちゃんもね、この人ね、東金の方でいつもね、イベントになるとね、千葉県何十倍も CD、前も買ってるのにまだ買ってくれてたんですよ。みんな配って歩いてる。千葉県の超宣伝部長、取締役宣伝部長ね。辰川明子さん、素直ちゃん、あ、娘さんだね、これね。岡山に帰りました。今度岡山、はい、素直ちゃんへ、うんうん、また会いたいですね。一緒にまた食事ができればいいな。素直ちゃんでした。そして一津さん、まあ、僕 あのブログとかでね、よくコメント入れてくれる一津さん、僕のファン歴一津さんです、うん、いいですね、一津さん。これもアルファベットで買うと趣が変わって、おお、確かに一津ですよ、一津さん、はい、
次は一途さん、そしてまたその方の親友ズンさん、これもうちの、生徒さんの長いこと、ね、来ていただいてる方です。大変応援してくださって書きましたね。あとは1,2,3,4,5 5人がサインのみということで、ズンさんが6組買ってくれたかな、うん、じゃあ次は中井良平さん。中田光琳ですか。今日中田くんファンクラブの方、中田くん神戸審査の時には、はい、もうここから靴をいっぱい買いましたよ。靴もう毎回大会やるたびに200足部とか、それとまあ僕はこの阪神淡路のね、心の糸という歌を作ったのね。心の糸、うん、これは全額寄付して、まあ、10年ぐらい終わったって寄付したのかな。はあ、坂本冬美さんとか香西かおりさんとか、はあ、藤あや子さんとかの5人集めたの、うん、その方たちの力で作った歌。何と歌でしたっけ。心の糸。心の糸、またちょっと検索してみて皆さん、YouTube で心の糸、徳島県の方ね、スナック徹子の部屋、徹子さんの徹子の部屋、もういい名前じゃないですか、ね、いいの、はい、黒柳徹子の、はい、徹子の部屋、ね、ここもあのお店でいつもオンラインでレッスンして、あめちゃめちゃ上手くなった人です、この人、うん、オンラインの場合どのぐらいの時間的に、時間的に30分で30分ぐらいやりますね、やり取りしながら、でも向こうでカラオケ喫茶に入ったりとか、カラオケのある環境でやってくれるので、あただ3倍 OK すぐ分かる。向こうが歌っててこっちも声を出したり楽器入れすると止まっちゃうんですよ。ああ、聞くそれに応える、その関係がや、あの1年はかかりますね、1人、あですね、そのタイミング合わせるのにね。あそのネット環境すらもう Wi-Fi って何みたいなところから一つ一つ あのやり方をレクチャーしながらのオンラインレッスンでした。すごい情熱だな。もうすごい、いやもうとにかくね、すごいと思う。諦めないです。2時間にいないんですいや初めて聞いてちょっとびっくりしてるんですけどね。生徒さんが、私なんかもうおばちゃんだから無理です、いやちょっと僕が言う通りに操作してくださいです、うん、まあでもそういう人にはね、いろんなスタッフがまた応援してくれるんです、若い人ね、周りでね、だから周りのできる人に聞いてくださいねって言って、カズヤさん、ありがとう、バックアップ、うん、このバックアップの人がカズヤさん、はるかちゃん、やっぱ人は一人じゃ生きていけないんだなって、いやみんなすごい思いますよ、愛情を感じますね、はるかちゃんね、はい、これはお店のスタッフであり、お客さんであり、みっちゃん、はい、ありがとうございます。書き切りましたね、とりあえずここまで。サンゴさん、あと一人、すごいですね、こういう現場見たの初めてなので。そうですか、はい、どうもくれるかなと思ったんじゃないですか。かないです、もう一日かかると思ったら、いやいやいや、どうしようかと思いましたよ。はい、サンゴさん、ありがとうございます。サンゴさん、この方がラストかな。そう、そして最後ですね。そして先ほど、はい、ショートムエールで熊本県のくるみというお店、ちょっと僕も、うん、ライブやらせてもらったんですけど、ね、広いですね、九州のカラオケ喫茶ってどこもめちゃめちゃ広いですね。千鶴さん、はい、カラオケ喫茶、熊本県のカラオケ喫茶、寺西さん、あ、これは寺西、広島県の方ですね、はい、はい、4,50 人入るとか、広さで、そうです、そうなの、うん、すごいなぁ、本当にすごい、気持ちいいですね、それがそれを歌えるというのは、うん、僕が曲を提供した石川まどかさんっていうのが岡山のニューマドカっていうお店です。ここが一番大きかったかな、うん、2階席まであって、あ、うわー、ホールです、ホール、カラオケ喫茶なんですよ、はい、僕「蜃気楼の街」っていう曲を書かせてもらったんですけど、その方ほらお亡くなりになって谷村新司さんの大ファンで、
歌手は谷村さんか半蔵さんかってすっごいこと言ってくださって、うん、もうそれに舞い上がった私は、うん、曲をかけますっつって蜃気楼の街かけました。はい、カラオケゲスト千鶴さん、滑り込みでスマホに田中君のねショートメールを入れてくれた。そうです、竹野英二って書いてありますよ。すごいですね。はい、以上でございますか。一旦ちょっと止めて、はい、じゃあそれで一度ねお休みさせてもらいます。ちょっとあのくるみさんの、はい、今ですねこの、収録の間にですね、事務所にあの追加注文がありましてありがとうございます。熊本県からですね、松本直美さん、はい、うん、松本直美さん、ありがとうございます。もしかしたらくるみさんでお会いした方かもしれないですね。カラオケくるみさん、広いんですよここもね。あとで、隣で2曲歌うんですけど、実はその後ろの背景の海の壁の絵が、うん、このくるみさんに飾ってあったんですよ。うわ綺麗ですねって言ったら、あげますって送ってもらったの。そのまま持って帰りました。飛行機に乗せて、カラオケくるみさん、大活躍してます。今からも活躍してます。背景にね。ちょっとね、今回これにね、ちょっと似てるんですよ、海のね。あの時は大海原を出した時ですね。はい、以上でございます。どうもありがとうございます。この後はですね、歌うわけです。生で、はいはい、歌うんですけど、まずちょっとこの作詞をされた滝野英二さんのこの曲に対する思いというものをちょっと語っていきたいなと思うんですけど、はい、まず最初はこの指止まれだったんです。そうですね、でこの指止まれで、頑張って頑張って頑張るね、エアコラでこうやって出て歌ってるうちに、頑張ってを対応にしてみてはどうでしょうかと、あ、いいですねって話になったんですけども、この曲の詩、この詩っていうのはどのようなこうエピソードがありますか。そうですね、まあ、はい、結構みんなね外でもって本当疲れ果てて家帰る、はい、本当頑張ってるんですよね、はい、家出てから帰るまでの時間、うん、うちの中でもそうだと思うんだけど、あと子供たち同士のなんかこう母がいない時の時間とか、あ、ヤングケアラーという問題がありますけども、はいはいはい、お姉ちゃんからしたら子供を面倒見たりとか、うん、みんなどっかで自分以上の力を持って一日を過ごしてるわけですよね、きっと。あ、自分の力以上のね、そうですね、子供も頑張らないとすぐなんか家が崩れるというか崩れちゃうんですよ。それは子供も大人も一緒だというようなことがあって、僕の目線では、まあ、そういうふうな、 なんか今の日常生活、うん、それを、うん、違ったアプローチで歌にできないかなという、 それを半蔵さんという見たけに合わせて書き直していくんですけどね、うん、基本的にはそんなところが土台になってるのね。頑張ってとは始まりだけども違うよ、頑張らないでもいい日があってもいいと、あ、それを作ろうということですね。頑張らない日があってもいいんだよと、そうです、休んでいようっていうとこですね。でその気持ちが合う子はみんな大人たちみんな集まろうっていうので、この指止まれっていうことにしたかったんですけどね、はい、あ、そうかそうか、ズバリ頑張ってこれでいいということで、はい、そうです、僕は納得できましたよ、はい、半蔵さん、タイトルね、面白いですね。一番のこの A メロね、はい、時には泣こうぜ男らしく、うん、時には威張って女、これ普通は男と女の逆のはずなんですけども、はいはい、ここはどういう意図があったんでしょうね。これもね、やっぱり男ってなんか胸張るというか、今まで違うかもしれないけど、あ、その男と女の区別は本当に今取っ払う時代だから、それでは人間としてのことかな、誇りを持て、人間として誇りを持てという、そう、あ、それと同時に泣いてもいいんだよって、うんうん、みんな我慢して泣かないんですよ、うん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 、泣き方もいろいろありますけども、泣かないんですよね。子供の時の涙とちょっと違ってくるんですよね、泣く時は。あ、で人前でなんていうんじゃないけども、泣いていいよって、泣こうよって、で女の人も男も時々威張ろうよって、こうやって俺は私は生きているんだよっていうことを、ね、まあこれで2行で
言い尽くせるよね。歌ってるのはやっぱそのぐらい圧縮というか濃縮できる言葉っていうのはありますよね。で酒を飲んでごまかす、酒を飲んでごまかす、これはよく僕がやってるやつ。いやこれをね、あの一番気持ちを発散していくにはこの辺で浄化させないとダメなんですよ。そこですよね。溜まっていく、溜まっていくのね、これでなくすために人に対するなんか恨みつらみ、まあね、まあいかないと、なんだこれあいつこの野郎と思ってても、酒飲んで楽しくなってると、なんか、うん、もう忘れてしまうようなところがあります。そうですね、緩和されますよね。もうえらい3年ぐらい僕はものすごい酒飲んだけど、うん、人の悪口は一つも言うやついなかった。はあ、一人もいない。だからついたんですよ。あ、疲れるんですよ悪口って。はあ、きっとその人が言ったらその人の誰かに言われてますよね。あ、なるほど。神様が見てますからね。悪口は言っちゃダメなんだけどね。はあ、時々油断すると出ちゃうんですよね。油断すると出てきちゃう。なるほど。まあ、僕の好きなフレーズ、はい、時代の流れは蹴っ飛ばして、うん、これは絶対言いたかった。これすごい。いつも時代を置くとね、うん、話がしやすいんですよ。あ、人間、はいはいはい、きっと今の時代じゃなくてもそうだと思うね。あ、そんなのいらないんだって。僕が生きてる時間ののが全ての命の続く時間だから。あ、時代なんていうのはそこに貼り付けられた過去のものなんですよね。江戸、明治、昭和、大正とかね、過去なんですよ。今生きてると同時代の人間たちばかりで同じ空気を吸っているので関係ない。それを言うやつをというか言う言葉を蹴飛ばそうぜってっていうことですね。それは楽しみながら書くんだけど、僕はね、まあ、その時代の流れが今、うん、若い人たちの音楽を聴くと、はい、いわゆるうっせぇうっせぇうっせぇみたいな曲が大ブレイクしたりとか、 あとあの何を喋ってるのか分かんないような歌詞がものすごい若者に受けたりとか、だから自分が時代遅れになっていくんではないかという危惧もやっぱりあったんですよ。でもそういう流れは蹴っ飛ばして、自らの本当の心を ね、 そうですね、思いを歌っていくというのことを、なんかここのこたったこれだけのフレーズで、時代の流れは蹴っ飛ばしてっていう、とてもいいメロディーがつきましたね。ついたんですよね。え、まあそんなところ、この2番の惚れたらとことん惚れてやれ、それでもダメでも惚れてやれ、すごいですね、この熱意ね。このぐらいでやって一人を説得できるかなっていう感じでしょう。人を説得する、うん、男と女は関係なく、このぐらいの生き様とか背中の顔つきを見ないと人信用しない、と僕は思ってる。素晴らしいね。その代わり僕はあんまり疲れないんですよ。言葉としてはこれ書くけど、言い方としてもこの通りなんだけど、これで疲れるようじゃ歌書けない。物を書ける文字ってそこら辺は許してくれないんですよ。文字は怖いです。嘘ついたらすぐバレちゃう。それはやっぱり原稿用紙で50センチぐらい書いてきたから、これが教えてくれたのは、だいたい10センチで1000枚なんですよね、はい、原稿用紙だから5センチ近く書いて、その中の3分の2はもう使い物にならない言葉なんですけど、これが僕に恥をかかせてくれて、うん、ダメだということを言ってくれるわけですよ。この時間がないとうまくなってこなかったというか、畑というか田んぼに水入れるようなものかな。すぐには稲は育たないよっていう、まず4年かかるんですよね、水入れて田んぼ作るには。まあそんな話を聞いたことがあって、小さい頃4年水をとにかく抜けないようにするためには、そうやって流していくらしいんですけどね。あ、言葉も一緒だなと思って、なんか育てていく、なんかレッテルみたいな、パズルみたいな言葉って大嫌いなんですよ。あ、要するに血液が流れてないみたいなことなのね。米もやっぱりちゃんと食べる米でないと、家に帰った米が食べられないのですよね。まあそんなようなことがいっぱい詰め込んで歌にはなるぞというところって、皆さん面白いでしょ。面白いですね、本当に。こういうお話をね、まあ、皆さん聞いていただいて、そして今から歌いたいと思います。頑張ってこの指止まれ、お聴きください。頑張って頑張って、
しく時には今あって女らしく酒を飲んでごまかして人間らしく生きようぜ時代の流れは蹴飛ばして Every day, all day, yesterday よくアクター、その俳優さん、すごい俳優さんは、はい、オンオフがすごいって言って、スタートってなった時のこのエネルギー、うん、カーッとって終わった時のこのフッとなった時のすごいなって、なんか一流の
アフターは。そういう切り替えがないと、持たないんですよね。持たないですよね。集中力が集中力として、生きてこない気がするよね。上手に休まないといけないかなというのはありますよね。ちょっと考えさされるしですね。はい、うちの近藤ディレクターはさっきのあの、この指とまれのね、頑張ってこの指とまれに、釘付けになってましたね。すごいすごいあ、そうです。なんかやっぱりアーティストですし、はい、そうですね、ディレクターも相当なアーティストなんで、あってこう思うんでしょうね。先日ね、あの ライブ、半藤さんのライブを見てピアノ弾かれたぜ。そう、ピアノがすごい上手、繊細でしたね。すごいですね。ああいう感性って僕はあの好きで、ああいうディレクターってなかなかいないでしょ。いないですね。あのこだわりがすごいですね。ああいう方いない。すごい音楽にこだわってる音楽し、だから僕なんかデモテープで C 持っていくじゃないですか、はい、だいたい 100% C 変えられますからね。あ、ここをこの C 変えようよって今回は一切なかったですね。面白いじゃん、さすがだーっつって、さすがだーって言ってましたわ。あ、うん、じゃなかったらおそらく平畜さん出してくれなかったと思いますよ。僕のわがままでしたから、今回この2人のこうタッグがね。さあ、だからさっきの頑張っても、少年少女の合唱の中に歌われても面白いかなと。みんなでガーン、大賛成ですね、うん、嬉しいですね。命がこうやってぐーっと集まっていく力、すごいですね。常に耐えきれる歌だと思ってて、うん、共鳴し合えるよね。ですよね。お互いが、もう東日本大震災が終わってやっとと思った時にこの能登半島大地震、いや、どれだけ辛い思いを今まさにされてるわけですよね。ほんとなかなか頑張れないんだけど、あと耐え忍ぶしかない。なんていうか、こう耐えるしかないですよね。頑張らないって言っても、頑張るにも何もできないし。そうですね。そういう自然界の恐ろしさ、恐ろしさ、そこに向き合って、そこでなんとかあの天を神をじゃないけど言うして、平和をくれくれ、欲しい欲しいと僕は願うよね。なるほどね。さあ次のこの風の歌、本当にこの文字で、まあ、ちょっといろいろ僕も書いてしまったんですが、この文字だからこそ書けたメロディーがあって、まあ、今おっしゃったその、天変地異、人間ではどうにもできないこの中に風というものは当然存在するわけじゃないですか。これが僕のライブで、風って目に見えないんですよとおっしゃっていましたもんね。そうですね。あの目に見えないものがとっても実は一番大事で、はい、あとはほとんど物証的な形であるのも分かりやすいじゃない。あ、心とか、心目に見えない、風見えないでしょう。あ、見えない。だから酸素見えないでしょう、うん、見えないものを実は囲まれているわけで、うん、本当は気がつくものでもなくて、はい、生かしてくれているものなんですよね。風っていうのは何かが揺れたことでは風の存在あるけど、花がもっときれいに見えるんですよね、揺れることで。カーテンもそうなんですよね。揺れないと岸に過ぎないけど、揺れた途端にカーテンになるんですよね。あらゆるものがそんな風に映ってくると、風は何かを通して生き物に変わっていくと僕は思ってて、風をすごい好きな部分の一つなんですけどね。風を一枚ずつこう剥ぎ取っていくというか、これ目玉でこうスライスしていけるかどうかみたいな。おお、そういう意味で目に見えるけど、波の水なんかもそうですね。そうですね、波もね、波もそうですね、いくらも重なっていくでしょう。あれ夕焼けは特にそうですね。あれ50枚ぐらい剥ぎ取れるかなと思って見るんですよ、目玉の力で。そうすると1枚じゃないんだよねって、波って。そうするとね、なんか自分の美意識というか、力がついてくる気がする。なるほど。まあそんなことで、風をね、風が一番似合うんですよ、半藤さん。そうか。風のスケールというか、目に見えないがゆえに、すごいものを持ってないと、風には勝てない、ものがあって、でも優しい風なんですね。そうですね。暖かい風がもう必要なんですよね。そんな強いわけではなくて。暖かい風が吹いてません、これ。本当ですね。それ吹かせたいなぁとは思ったの。この耳をこうぐっと澄まして風の歌をこう聞く、うん、まあ、風の歌っていうのはそうですね、そのビルの風の音も違うし、はい、森から
そよぐ風も海の風も違うから、それから一つ一つの歌ということですかね。そうです ね、風自身が持ってるなんかメロディーっていうのがあると思うよ。強い風、弱い風、暖かい風、優しい風、みんなメロディー。でもね、こういうヒントってやっぱりスサノオとか、原生の晩歌とか、半田さんの歌を聴いてて、いつも風のそよぎを感じたり、風のなんかこう、どえらい叫びも感じたりしてたのが、そういうのがなんかフィルターになってるから、こういうとこをかけたんですけどね。なるほど。僕流だったらこの格好かなと思って、これはあったかい風ですけど、懐にスッと入ってくれるような、特にこの一番の中で、最もこのメッセージ性の強い場所は、どこに置かれてるんですか？空を見上げることとか、風を通したけど直接は言ってないけど、どうして海とか空とか見つめるのという問いかけに、どういう答えを僕持てるかなというところがあって、この立ち上がりは結構大事で、大事にして、大事でもってこういう前提の中、景色がある上で、耳を澄ませばに入っていく、このストーリーというか、この前提がないといきなりここに行けない。風には。そっか。行けなかったんですよね。だから、そういう意味でちょっと長い時間かかってるんですけどね。ものすごく大事なことが最初に 1,2,3,4 このね、6行ぐらいの中に風じゃないこと書いてますね、どうして空を見上げるんだと、溢れる涙をこぼさないため、どうして海を見つめるの、で辛い思いを流すため、幸せの瞬間は幸せに気づかないけど耳を澄ませば聞こえてくる風の歌って、ここで風の歌が出てくる。やっと出てきますね。はあ。主人公は風なんだけど、実は本当に、なんか心の中身に、半藤さんの声の中身にあるんだみたいなことが伝わっていければ。なるほど、半藤さんの声がないとこれないんですよ。なるほど。この間のミュージックビデオ2人出てますけども、撮影された監督がね、ふってこうおっしゃったんですよ。自分の人生どうだったかなって考えてますって、撮影しながら言うの。自分の人生どうだったんだろうって言い始めましたからね。本当に撮影監督が、浸ってましたよ。そういうこの出会うことというか、そういう言葉もないし、なかなか聞けることじゃなかったですね。ね、僕もその、自分もちょっとね、いろんなことを日々考える人なんですけど、ひたむきには生きてきたけど、穏やかに生きてきたのかなと思って、ひたむきには生きてきましたけど、穏やかに生きれるかなって、人に対しても自分に対しても、ここちょっと反すごくここで、あ、ちょっと穏やかな気持ちになっていかないといけないよと、ね、なかなか難しくて、難しい、あ、喜びはあったかと、うつむかず生きたかと、ここ難しい、うつむかず、これ僕の親友がね、よく半蔵お前なんですぐはぁって言うんだよって言うんですよ。大阪の友人、たっちゃんっていうのが、お前、はぁって言うのやめろよ、俺までそうなっちゃうよとか言って、うつむくんじゃねえ、お前たまにやるよね、こうやってはぁって、そういう時、おぉ、ダメだな、いや、半蔵さんやるね、やってたんです、その当時は。あ、順風満帆ではなかったので、ああ、俺のやってきたことは失敗したのかなと思って、ああ、ため息ついて瞬間見てるわけだ、その男は。でもそいつのせいでも何でもないのに、一緒に楽しく飲んでるのに、急に俺が、はあってやるから、ほら、まだやったって。お前、そういうのやめようよ、飲んでんだから、とか言って。それを思い出しました、これ。俺、うつむかず生きたかと。やっぱなんか自分に問いかける意味では、僕自身も一緒なんですけどね。これを、問いかけて、最後の着地をどうしようかと思うと、これが僕の結論なんだということですよね。で、明日もこれできっと生きていけるよねって、そんな大げさな目にして怒ってこないけども、どっかでそういう小さな勇気の積み重ねがないと続かないんですよね。そうですね。で、あとはこれがいい言葉を多くの人に聞いてもらって歌ってもらうということがすごく大事だなと思って、ですね、はい、いい言葉は本当にその思いが変わっていくし、まあ時にね、恋愛の悲しいのもいいですけども、この人生、常にこう愛称歌にしていただきたいなと思って、僕は、全国のね、合唱部、中学高校大学でもいいです、合唱部にこの
CD を送っていきたいと思ってるんです。ああ、これは嬉しいな、うん、でも効果も書かれてるところが結構あると聞いたから。千歳が丘高校って世田谷の校歌を、まあ、リアレンジして、はい、僕は最初にいただいた仕事それだったんですよ。校歌のリアレンジ、ほうほう、うん、あの昔のピアノ一本しかないからアレンジをしてくれって、でいろんな楽器入れてくれっつって。どこの学校だった？千歳が丘高校、世田谷の。あ、うん、それは新しい話ですね、はい、でそっからそこの高校の先生が都立六本木高校に、はい、あの移られることをきっかけに、うん、そこの校歌の詩をお願いします、作詞をお願いしますって、あの大空のダイヤモンドっていう曲がデビュー曲にあるんですけど、うん、それみたいな曲が書いてくださいってことで、何回も今の六本木高校にあの自転車でこう上がったり、内田坂ってすぐ登りがきついところを入れて、でそこで「あの共に」っていうことを詩を書いて、効果今でもそれが歌われてるんですけど、うん、そこでの合唱団も、ぜひ持っていきたいなぁなと思ったりします。まあ、そんなちょっと深い思いでね、僕もまだ彼らのね声が聞きたいな、もうおそらく歌い切るのにあと1000回ぐらい歌わないと難しいのかなというぐらい、あの毎回ね気持ちの入れ方がね変わっていっちゃう、うん、こんな表現あんな表現ができるんで、そんな風の歌をお聴きください。ではどうぞ。Mm-hmm.
風の歌を聴いていただきました。まあ今日は今日の風の歌を歌ってるんですけどね、あの生でこう間近で自分の作品が歌になっていく姿っていうのをたくさん見てこれたと思うんですよね、はい、まあ本当ですね、小林幸子さんにしても本当に大物の歌手の方にも随分歌ってこれたんです。その時ってやっぱ嬉しいですよね、自分の作品がね、毎回そうです、毎回嬉しいですよね、うん、僕も本当嬉しい。あのなんだろう、自分がこの、まあ僕は男性だから産めないんですけど、子供産んでその子供が育ったんだって、こんな風に育つんだと思うような瞬間でしたよ ね、うん、なんかやがてね、なんか家を飛び出して一人歩きしていくじゃない、一人歩きしていく、世の中も思われて大きくなってこいって感じですよね。そうですよね、あんなに好かれてこいよっていう感じで送り出しますよね、まあ、僕の歌はあの僕のみならずたくさんの方がこの歌って、いろんな大会とか発表会で本当に半蔵曲、まあ、滝野さんの曲もそうですけど、かからなかったことがないぐらい我々の歌っていうのは歌ってもらってるんですけども、そうですね、まあ、今度この度これで2人で力を合わせて作った作品がどんどんこれから歌われていくんだなと思うと、またそれ嬉しいですよ ね、 そうですね、楽しみです、楽しみ、うん、風の歌。さてその、半蔵ソングコンテスト2024年ね、こちらなんですが、こちらなんですが、今回は4部門、新曲風の歌と頑張ってに特化した部門、はい、それから半蔵曲部門は定築レコード発売の楽曲すべて定築さんにで発売した、で半蔵提供曲、僕が出かけた作品、作詞家作曲家とかね、あと両方、あとは音源審査のみ部門、この音源審査のみ部門というのがちょっと新しいんですが、ちょっと人前でちょっと歌うのはどうもできない、ああなるほど、だからもう最初から音源審査、要は東京までは行けない、はいはいはい、うん、そういう人のために音源審査部門を入れました。うん、そこで音源審査があるんですけど、この皆さんにネックを買っていただいた中にこう楽譜がこう入ってるんですね、グレーの綺麗な、そこにですね、ここに右下の角に三角でハサミ入れていただいて、これが品番、 CD の品番とかになるんですけど、登録番号ね、これ応募券の代わり、これ応募券なんですよ、なるほど、でも皆さんの手元に届く前にお見せしましょう、これが今回の CD ですね、開けるとこうなってる、表はこうね、開けるとこうなってます、白黒なんですよ、あいいですね、これはちょっと色風の色ってどんなのかわからないから、白にデザイナーさんはされた可能性がありますね。まあ中身はいつもの通りこう歌詞が、ね、開くとこういうことで、これ帯っていうんですけど、帯、ね、帯もこんな感じです。この三角コーナーを添えて2200円添えていただけば応募資格があるということですね。 CD とかメールとか YouTube 動画でワンコーラスの音源を提出と、そういう風になって締め切りは6月15日で、音源審査をしまして合格者には通知をいたします。そしてまたそのワンコーラスなので、今回ワンコーラスに僕は、赤ペンでいろいろと書きます、本当にいろいろと書きますね。でそれは、また修正して提出することもできるんです。中にはね、コメントですよね、コメントで、あとキーがちょっと違いすぎますよという人が、えらい低く歌ったり、えらい高く歌ったり、うん、あとはリズムがもうだいぶ全部違ってるよというのを全部指摘するんですよ。それを教材にまた送ることもできるという、直しが欲しいですね、うん、きっと欲しい。そして合格すれば、はい、今年の7月29日月曜日欅ホールにて決勝大会で、滝野英二さん、そして僕、担当ディレクターの近藤さんの3人で審査をいたします、ということでございます。またこれね、詳しくお知らせしますので、はい、以上でございます。今日は長時間
はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。初めての体験ありがとうございました。ありがとうございました。それで失礼します。